どう最近、ひなぴよです。では、今日も蛇の命やっていきたいと思います。前回あれだよね、警察側が金の扉設置してんじゃねえ、やっぱり、みたいな。鉄格子はおかみさんが設置したものだったから、まあ最後の金の扉に関しては、今罠にはめてる感のあるブラックドクターがやってんじゃねえか、みたいな話をして終わりましたね。で、じゃあコンティニューで早速始めましょうね。どっからだったっけね。おーっとーいきなりめちゃめちゃクライマックスみたいなところだ。ヘビ従業員が黙ってるね。なんだっけここ。そこのヘビ、何か言いたげだな。もう、暴露するよ。なんだい、いきなり。旅館の風評被害に関わるから黙ってたけど。この旅館、過去にも金の扉での爆弾監禁振り込み事件が起きてるんだよ。え？過去にも？初めてじゃないんだ。はぁー、何？同じ手法で、毎回、金を振り込ませてたってこと？その話は、旅館内の機密事項だったろ？給料払うルールを守らないなら、こっちもルールを守らないよ。だから、給料は払うっての！おい！過去にも、またミミズの声忘れた。君、存在感ないね。おい！過去にも、監禁事件が起きてたってどういうこと？過去にも、旅館で監禁事件が起きてたことは事実よ。そうなの？過去にも同じ事件が起きてんなら、警察に届けてたのかよ。警察に届け出るも何も。その場に刑事さんたちもいたからね。あら。刑事もいた？まあな、旅館の風評被害に関わるから黙ってやってたまでだ。つまり、給料が払えなくなるたびに客を監禁して給料分を振り込ませる。これが呪われた旅館の手口ってわけだな。あら。だから違うっての！なんかここまで来るとなんか違う気はするんだよね。鉄格子までさ、もう外した状態で金の扉まで渋る意味がわからないというか。それで過去の件では最終的にどうやって脱出したのよ。普通に金の扉が解除されて終わりよ。お客さんの誰かが金を振り込んでくれたそうよ。本当に救世主がいたものよ。まあ爆弾をちらつかせられたら普通の客を振り込むわな。今回のメンズがケチばっかりギリギリまで閉じ込められてる状態だが、今回の監禁の件で旅館も警察も他人事で振り込もうとしなかったのも、過去の件で無事脱出できると高をくくっていたからだね。とにかく真犯人は旅館側で決まりなんだから、さっさと旅館側が振り込め。だから本当に金の扉も爆弾も知らないんだって。真犯人だろうが違かろうが、鉄格子の件、人工温泉の件、耐震偽装の件とすでに罪は役満状態だろ。もういい加減旅館が振り込んで終わらせろ。だから旅館には払える金がないんだよ。財政難だって言ったろ。久々の異議やるか。いや、払える金はあるんじゃない？だってさ、従業員のあのシェフはさ、もう死んじゃってるわけだから、そのシェフの分のお給料が払えるんじゃないの？おーおー、異議を発動しました。よかったー。紫な画面ちょっと怖かったもん、ずっと。久々の異議だよ。総力戦の予感だよ。いいぞ、殴り合いをしててもババアに金を振り込ませるんだ。だから無理なものは無理なんだよ。財政難な上に明日は従業員に給料も払わないといけないんだから。旅館が7770ゴールドを工面できる証拠を提示しよう。これはね、わかるよ。これ、殺害されたのはシェフ、これでしょ。OK! 被害者はシェフ？そうだよ！被害者はシェフってことは従業員！死んじゃった従業員には給料を払う必要がないよ！それならシェフの給料分を脱出用の振込料に回せば解決ね。シェフの給料でも7770ゴールドには足りないんだよ。そこのヘビ従業員の給料が7000ゴールドから8000ゴールドと言ってたじゃないか。同じヘビ従業員でも給料が違うんだよ。違ったとしてもシェフの方が貴重な人材扱いだったよ。貴重な人材の方が給料が低いなんて矛盾してるよ。
それでも払えることは立証できないでしょ。7000ゴールドから8000ゴールドって数値には、ハブがあるから7770ゴールドに届かず払えない可能性の方が高いじゃないの。誤差があるなら貴重な人材のシェフの給料は多め寄りのはずよ。ついさっき従業員によって給料に誤差があるって自分で証言しちゃってるからね。さ、そのシェフの給料をせっせと振り込み。ダメダメ、これは死んだシェフのお金だよ。勝手に使うなんて私が許しても死んだシェフが許しやしないよ。なったすぎゃ。死人に口なし精神論クソ解釈バージョンだよ。どうにもできないパターンのやつ来たよ。死んだシェフの気持ちなんてそんなの霊媒でもしなきゃ証明できないわね。え？思い出す。シェフは命を粗末にしてるだろうが、自分の命をな。確かに毒温泉に入る自殺行為、命を粗末にしないシェフの行動にしては不自然なのよね。客の代わりに犠牲になったとしても他にも理由があるはずだわ。逆転の発想。死んだシェフの意思はわからない。逆に考えれば生きていた頃のシェフの意思ならわかるはず。はーい。本当に言ってる？この、え？全員を脱出させるために、自分の命を自ら犠牲にしたってこと？他の人の命を犠牲にしないために？マジ？そんな、あるっけ？あ、これか？シェフが命を粗末にした矛盾。あ、これか。そうだよ。やっとわかったよ。命を粗末にしない主義のシェフが命を粗末にしていた最大の矛盾点。自分が死ぬことで、その給料を脱出の資金にする目的だったに違いないよ。確かに、それなら命は無駄にならない。命を粗末にするどころか、蛇の命で全員の命を救っちゃったよ。シェフが命を粗末にしたのには理由があるって言ってたのは、おかみさん本人だったわね。旅館が金を振り込めることは立証済みだ。もう逃げられんぞ。わかったよ。振り込むわ。あー、これで脱出できるのかな、本当に。これでようやく呪われた旅館ともおさらばか。ちょっと、この ATM ちゃんと作動しないじゃない。え、なんだと？振り込むのが嫌になって故障のふりじゃないでしょうね。本当にお金を入れてもエラーになるんだよ。こんな一番大事な局面で ATM がエラーなんて。 ATM がエラーになった理由、考えられるのは雪崩、停電、陥没。停電でしょうね。そうだよ。夜中の停電からの急なシャットダウンが ATM 故障の原因に違いないよ。 ATM の修理には業者を呼ぶしかないわ。旅館の封鎖以前にまず連絡自体取れねえわ。金の扉は開かずの扉、他に開ける方法はない。それじゃあ脱出方法がないじゃないか。明日には旅館が爆発するのよ。だったらパパ、爆弾だけでも解除しろ。だから爆弾の問題も私たちは何にも知らないんだって。玄関も裏口も脱出方法が途絶えてしまった。やばくない？しかしまだ諦めるわけにはいかない。ここから逆転の脱出方法があるのでは？あるの？本当に？脱出方法があるって言ってみる？ちょっと逆転の発想見るのちょっとあれだな。脱出方法があるよ。他に脱出方法がある。どうやって脱出するのよ。残された脱出方法、もうこれしかない。わかんない。あ、これだ！ドリル重機じゃない？よし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 。それは、地下を掘るのに使われていたというドリル重機。そうか、ドリル重機で強引に壁を掘って脱出するってことだね。救世主 X からプレゼントされたドリル、救世主 X からプレゼントされたドリル重機は、旅館の地下にあるわ。まだ作動するはずよ。大至急地下に向かいます。よーしよしよしよし。え？
ドリルの先端が壊れてると。なるほど。ドリルの先端が壊れてるわ。こんなんじゃ壁を掘れないから脱出できないよ。つい最近までは壊れてなかったのになぜなんだい。ってことは、凶悪犯の仕業に違いないよ。脱出ルートを完全に潰しにかかってるんだよ。このままじゃ皆殺しルートだよ。ダメだよ、今度こそ。最後の希望は、真犯人により断たれてしまった。呪いの旅館に残された謎。金の扉を設置した真犯人。夜中に犯人を殺害した真犯人。そして、命の救世主 X の存在。これらがすべて一直線上につながれば。そしてここまでのすべての事件が、黒幕の計算通りに動いているとしたら、旅館爆発まであと半日にして、ついに最終決戦が開幕する。はぁ、あ。VIP ルームだよ。従業員や特別な来客用の部屋だよ。今回の監禁騒動だが、やはり怪しいのは旅館側だ。客に7770ゴールドを振り込ませるために、金の扉で監禁したと見て間違いないだろう。だから金の扉は知らないっての。監禁の件だけじゃねえぞ。人工温泉の件、耐震偽装の件もあるからな。そのバーバーが真犯人確定なんだから、死刑にしちまえよ。真犯人は爆弾も仕掛けているのだよ。その真犯人を処刑してしまったら、誰が爆弾を解除するのだね。旅館に仕掛けられた爆弾のタイムリミットは、あと半日だったね。だから、爆弾を仕掛けた張本人をこうして閉じ込めておけば、爆発前に自供させ、爆発前に自供せざるを得ないだろう。実況も何も、金の扉も爆弾も知らないっての。それに言わせてもらえば、警察だって十分怪しいけどね。昨夜ハンターが殺害された直前だって。容疑者のザレ言など聞くに値せんよ。なんかやってんだな。旅館の女将しか知らない情報があるってことだ。やっぱりちょっと怪しいな、警察側。それよりも、今までの事件を整理する必要がある。まず3枚の扉で監禁された件、手前の木の扉を設置した犯人は、ハンター。そうだ、ハンターだったな。父の子を隔離するためだとか、ふざけた理由で扉を設置したって話だ。それから鉄格子を設置した犯人は、旅館の女将。そうだね、鉄格子はバールを消耗させて、地下の人工温泉を隠蔽する目的だったよ。残る金の扉も、どうせ旅館側の仕業だろう。だから逆よ。旅館側は被害者側なんだって。こっちはシェフが殺されてるんだからね。そうだよ。そのシェフを殺した犯人は確か、ムカデ。ムカデの毒殺による犯行だったな。そして当のムカデは自分の手についたその毒で自爆死。自爆死などと虫けら界の恥さらしもいいとこだ。ムカデが殺人犯だったってことは、ミミズ真犯人説もあり得るわね。虫けら同士が結託して起こした一連の騒動じゃないのかい。なんだとクソババ、今殺してやろうか。公開殺人予告だよ。もう疑心暗鬼で誰が殺人を犯しても不思議じゃない状況だよ。うちのシェフがムカデに殺されたように、今度はおかみさんがミミズに殺されかねないわね。鉄格子で隔離されているから平気だろ。ほら、意義ありですよ。だってヘビはそこは通り抜けられないけど、ミミズは通り抜けられるはずだからね。そうだよ、鉄格子に塗られている毒はあくまでヘビ対策用だよ。ムカデ同様、ミミズも鉄格子をくぐり抜けられるからね。ね。まあ、おかみが今殺されるのは困る。押収品の包丁を置いておこう。もともと旅館の備品だしな。もしミミズが侵入してきたら、これで撃退したまえ。おい、一番の容疑者に凶器渡してんじゃねえよ。前回ムカデのフォークが凶器になるからとかで渡さなかっただろうが。鉄格子で隔離されてるから平気だろう。あくまでミミズが侵入した場合の自己防衛用だ。その包丁は過去の事件で使われた凶器だったね。その凶器で犯行に及んだ人物は確か、ハンターです。そうだよ。ハンターが旅館の台所から持ち出して、温泉で蛇を殺害した凶器だよ。そしてそのハンターも夜中に殺害されてたわね。その事件で蛇探偵がゴミ箱から発見した凶器は、
超電磁ドリルですね。そうだね、超電磁ドリルだったよ。電気属性でヘビ専用装備って話だよ。そういえば押収品の超電磁ドリルだが、金庫に保管していたのに何者かに盗まれていたのだよ。それは僕が盗んだやつですね、多分ね。まあ、でもね、あれだよね、売ったよね、確かね、旅館側に売っちゃったはずなんだよ。だから旅館側で凶器を使えるとしたら、あのヘビ従業員しかいないけど、まあヘビ従業員はその鉄格子で阻まれてるから、おかみさんを殺すことはないだろうし、第一旅館側だからね、多分大丈夫でしょう。え、凶器が盗まれた？警察のくせにガバセキュリティじゃねえか。やべやべ、バレてる。いや、バレてるも何も、あれだよね、私が売ったことを知ってるただ一人の従業員だよね。まあ、超電磁ドリルを盗んだ者が凶悪犯と見て間違いないだろう。だったらその凶悪犯はヘビで決まりだな。え、なんでヘビなのさ。超電磁ドリルは尻尾装着型のヘビ専用装備って話だったよな。つまりそのドリルを用いて犯行に及ぶ可能性があるのはヘビだけだ。尻尾装着式なら同じような尻尾のミミズでも装備できるんじゃないのかい。まあ装着する程度なら可能でしょう。ミミズに使いこなせるかは別として。やべえ、ブラックドクター喋るの久しぶりすぎない？え、なになになに、どういう反応？超電磁ドリルが行方不明のまま話し合いが終わりそうです。発言内容を選択してね。超電磁ドリル所持者を今炙り出すべきだ。調査費用が欲しい。どう最近これにてお開きとする。いや、この辺使いたいけど、これちょっと今私は持ってないじゃん。あの、売ったからね、従業員に売ったから今なくて、今誰かが持ってる可能性があるのかな。いや、でもまだ、え、従業員が今その旅館側として保持してるってことかな。じゃあ別にいいか。え、じゃあ、どう最近？隠れ最近同支持者だよ。隠れトランプ支持者。隠れトランプ支持者より隠れたがるから要注意だよ。はぁ。そうなんだ、隠れたがるんだ、この、最近同派の人たちは。じゃあセーブしようか。ね、わー、凶暴なネズミは一回置いといて、とりあえず探索しようか。ナマン。あ、リンゴは食べませんけど。刑事さんの助手、ブラックドクターは命の研究に余念がないそうよ。だけどやってることは、命とは真逆の検視業務だから謎が深いわね。うん。確かにね。謎が深いね。ちょっと待って、あれ？出れないんだけど。リンゴは食べないの。ポメちゃんが邪魔してたのか。これは？パンケーキ。現在の HP 数と同じ。おー、待って。最大 HP って私、あ、16か。じゃあ全然。これは後で食べた方がいいな。で、はい、どうも。何するかわからなくなったら、とにかく電話を活用するしかないよ。わかった。あ、な、金がある。ムカデさん、ありがとうございます。500ゴールドありがとうございます。もう、今は、亡きムカデさん、ありがとうございます。で、ポイズンスネークちゃん。ヘビボールというレア鉱石が存在するらしいよ。一個だけでは無意味だけど、数多く集めるとエネルギーが融合されて、願い事も叶うほどの力が生まれるらしいよ。ヘビボール持ってたよね、確かね。ほら、あるよね。まあでも何も、救済アイテムって書いてあるしね。なんだろう。まあ、すごい高価なものなんだよってことかな。もういいっていいって。お上は犯行を自供次第、脱出手段の確保に入るまでだ。うん。現在利用できません。鉄格子は開けるなよ。凶悪犯のババアが包丁を持って襲いかかってくる危険があるからな。わかった。ババアの部屋の包丁に対抗できるもっと強力な武器が手に入れば。
なんだ？おかみのこと殺そうとしてるのか、お前。やめとけ。なんかもう怪しいやつばっかりだな、この旅館は。の、無能刑事やっほー。人間が本気を出せば蛇ごときに推理で負けはせんよ。へ言ってろ。ビールだ。レベル今ゼロだから無理だ。ここで操作の記録。あ、今はいいや。蛇撃退マシーンとちょっと戦ってみよう。やった。エリクサーやった。研究レポート。あ、じゃあもらっとこう。エリクサー手に入れた。どっかでフラグが立つってことかな。この近辺の警察署に無能で蛇より業績の悪い刑事が勤務してたらしいけど、優秀な助手がついてから人生逆転したって噂話を聞いたことがあるよ。絶対さっきの無能刑事だろ。これ、これ、絶対にさ、絶対にあの刑事だよね。この旅館の売店は販売だけじゃなくてレア物の換金も受け付けてるらしいよ。ヘビボールなどのレア鉱石も換金できるそうだよ。現段階で換金未実装。あれ、そうなの？あれかな、もうアップデートとか、うわ、ぱぱぱ、アップデートとか来てんのかな。何これ、脱皮？周回用、腕力5以上必要。周回？なんか強くてコンティニューとかができるってことかな。こっちは？あ、そっか、こっちでこれ見よう。ここでなんか他にあるかもしんない。あれいる、なんか。はい。最後のバールは売店で再販する方針になったよ。もう人工音声のような隠すものはなくなったからね。なるほどね。え、じゃあセーブ。あ、ここの金銀財宝取れるんじゃない？戦う。オッケー。ほら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 。やったぜ。あざーす。で、これはまあ壊れてるんだよね。あ、調べられはしないか。この線路何？え？意味のなさすぎる線路では？ここ掘り進めてたってこと？うん。で、じゃあまあ、左下に鉄格子開けられそうな場所あるから、じゃあバール買いに行こうか。エリクス高っ。さてさて、買ってきたんで。あー、ちょっと邪魔しないで。まあいいや、一回セーブして。さあ。開けます。なーん。大変だ！事件だ！ビップルームにしたいか？また死んだ、誰か。ビップルームで事件が起こったらしいよ。今すぐ駆けつけるよ。推理レベル30しかないから部屋に戻れない。はい。誰が死んだ？アラマ！推理パートファイナル前半戦。おかみが死んだ！うちの、おかみさんが、首吊り！おかみさんって、一番の容疑者だったんじゃないの？とにかく事件の推理に移る。この無敗の刑事がすぐに解決してご覧に入れよう。あー、なんか言っとるわ。その前に現場を調べて証拠品とか見つけないと。そんな悠長なことしてられるか。旅館爆発までの時間も少ないからな。ダメだよ。まずは探索パートから始めるのがセオリーだよ。何が探索パートだ。人が死んでるのにゲーム感覚で推理する気か。今すぐ推理パートに入り、そこのヘビ探偵と推理対決だ。ゲーム感覚なのはどっちだよ。よっぽどヘビに負けるのが嫌なのね。証拠品を拾われる前に型をつけようって魂胆よ。いきなり推理パートに突入します。マジか、結構不利だな。検視の結果、見ての通り首吊りが死因ですね。外傷も一切ありません。首吊りが死因となると、やっぱり自殺なのかな？いや。自殺じゃないんじゃないの？っていうかさ、いや、今ってミミズくんおる？
今ミミズくんもしおらんかったらさ、多分これミミズでは、あの首を吊ってるロープがピンクなんだけどさ、これミミズじゃね？違う？他殺じゃないのかな？自殺じゃないと言っても部屋には鉄格子、つまり密室だ、つまり密室だったのよ。鉄格子があってもくぐり抜けられる者がいるではないか。まあ、ミミズですね。ほら、ミミズいないよ！あ、やっぱ！え、じゃあこれミミズも死んでるのかな？そうだよ。鉄格子には蛇特化の毒が塗られる仕様だけど、ムカデの剣と同様にミミズもくぐり抜けられるはずだよ。それにミミズは、おかみさんに対する殺意もあったわね。その張本人、ミミズが見当たらないようですが。だったらミミズの犯行で決まりよ。おかみさんを殺して逃走したのよ。いやー、ロープになってると思いますけど、これ。犯人はミミズ。ミミズが鉄格子を侵入後、ロープでおかみの首を絞め、殺害し逃亡した模様。いや、意義あり。始まったね。ヘビ探偵が何か気づいたみたいだよ。ミミズがおかみの首をロープで絞め殺害。何がおかしいのかね？被害者がおかしい、加害者がおかしい、凶器がおかしい、思い出す。被害者はおかしくない、加害者もおかしくない、凶器が違うよね。だってミミズ本人じゃない？これそもそもロープってもうないんじゃなかった？燃やしたよね。だってハンターがね。凶器のロープがおかしいだと？その根拠はなんだね。凶器のロープがおかしい根拠を提示してね。これ、放火騒動じゃない？そうだよ。確かロープは前日にハンターが全部燃やしちゃったんだよ。ロープの1本や2本、非常用の予備があってもおかしくないだろう。ロープの在庫の件だけじゃないよ。この部屋、ロープを引っ掛けるところもないはずだよ。引っ掛けるところもない？じゃあどうやって吊るされてるのよ。あ？被害者の首吊りロープは天井から吊るされているようだな。つまりロープがないから、代わりに天井から伸びるケーブルで首を吊らせたのだよ。うちの旅館、そんなところからケーブルなんて出てないはずだよ。ケーブルの配線の位置などいちいち覚えてるものではないだろう。こんなド派手なピンク色のドケーブル、あ、間違った。ドケーブルになっちゃった。こんな派手なドピンクのケーブル、目立つから忘れないはずだよ。ピンク色？ピンク色のロープ状のものといえば、あ、これだよ。行方不明者500ポイントやったぜ。行方不明者ってミミズが行方不明だけど、それじゃあ首吊りロープ自体がミミズの死体ってこと？いや、そうだと思うけどな。私は違うのかな。ちょっと、おかみさんを殺したのがミミズじゃなかったの？それ以前にそのミミズを殺したのが誰って話だよ。ミミズを首吊りロープ代わりにするとは、常識に縛られない犯行だな。ロープなだけに。ちょっとうまい。今回の事件、一筋縄ではいかなそうだよ。ロープだけに、うん、新たな被害者が判明したことであなたのターンになりました。セーブしましょう。じゃ、とりあえず、まあ、探索してた時間が結構長かったんだけど、どうしよう。一回じゃあセーブして終わろうかな、今日は。ちょっと短めかもしれないんですけど。で、次回、ここの、おかみさん殺害事件、あと、ミミズ殺害事件の犯人、これ、あれなんじゃない？警察側なんじゃないかと思うけどね。について、まあ、突き詰めていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。ではでは、オツピヨでーす。